があの不遇のRX10 のマーク4です。今回世界最速のですね 0.03 秒の高速 F っていうのを実現してます。前が 0.09 秒、0.9 秒ですね。なんといってもこの10シリーズの、まあ、の3から継承されているものになりますが、望遠ですね、なんとこのサイズで600ミリです。なかなかですね、大きなカメラとかレンズを持っていきにくい山の中での野生動物の撮影とかですね、そういったところには非常に向いたカメラじゃないかなと思います。はい、でさらに、AF と AE を追随しながらですね、最大秒間24コマというですね、すごい速い連写を実現してます。こんな感じですこの音がすごいよね、はい、すごいよ。もちろんあのサイレント撮影機能もついているので、うん、シャッター音を気にしなきゃいけない場面でも、今のような連写をしっかりと、楽しんでいただけるか。そっか、無音でもいいんだ。はいはい、でこの連写 ですね、最大249枚まで、はい、連写ができますので、はい、決定的な瞬間もですね、逃さない、1台じゃないかなと思います。はい、さらに、フォーカスですけれども、タッチフォーカスを採用してますので、こういう形で自分の合わせたいところにピントを簡単に持っていけるようになっています。はい、でさらにですね、よく望遠でですね、600mm、 こちらは前の機種からもあるんですけれども、 600mm なんかで撮ってるとですね、どこに狙いたい被写体があったかっていうのがもう分からなくなってしまったりしますよね。特に動き物を撮ってると、突然その人がこのフレームの中からいなくなってしまうみたいなことがあると思います。そんな時にですね、ズームアシストという機能がありまして、一時的にこのような形で画角を広げて、広い視野で撮りたいものを見つけてもう一度ズームし直す、こういったようなですね、機能がついてますので、これもですね、望遠での動き物、特に野生動物とかですね、スポーツ、それからこれからの運動会なんかの時にですね、有効に使えるんじゃないかなと思います。さらに、運動会ということで、実はですね、9とかで公表いただいてます、コンティニアス AF での瞳オートフォーカス、こちらもですね、この機種にはしっかりついてます。お子さんにしっかりですね、瞳に合わせて、連写で、運動会などを残すというような使い方もできる機種かなというふうに思います。はい、